はい、こんにちは、ミドです。今日はちょっと短めの動画なんですけど、一個紹介しておきたいことがあって、 Mac のキーボード掃除、ミド流 Mac のキーボードをいつもこうやってやってるよっていう、すごいね、最近ちょっと汚れが気になる感じになってきてんだよ。だから今日はいつもこうやってメンテナンスしてるよみたいなのをちょっと話そうかなと思って、ちょっとだけね、3分ぐらい予想です。5分か。じゃあそれを紹介します。で、普段使ってるのこれ、燃料用アルコールで、プロコール吉田ってやつなんだけど、燃料用アルコール、あれですよね、理科の実験とかで使ってたアルコールランプに使ったり、コーヒーサイフォンとかの下からこう、これです 的な、まあ、ちょっとこういう夜中に撮ってるんですけど、4時半だわ。うっす、ペットって言ってペット紹介します。ちなみにこのプロコール吉田、これのちょっと効果、こんな感じっていうのも、まあ、別のそのキーボード以外の清掃でも使えるから、ちょっと紹介します。これってなんか物が汚れた時とか、ヤニ汚れだったりとか、いろいろ綺麗になるんですよ。もちろん使っちゃいけない面とか、コーティングの液晶とかはあんまり良くないって言うけど、僕は全然気にせず液晶もこれで拭いちゃってます。例えばなんですけど、 PC のこういう汚れ、こういう汚れもすごい綺麗になるんですよ。もう一回見ておくとこういう感じですね。プロコール用した燃料用アルコールってなってますね。なんか汚いのついてるわ。まあこういうやつですね。まあちょっと目に入ったりすると危ないかもしれない。あと手につくのも良くないかもしれない。手荒れする感じがあるかもしれない。あんま使いすぎると。ちょっと効果を見ていきます。いつもはティッシュで拭いてますね。まあ繊維がつくとか言って、不織布とかの方がいいという人もいるけど、ティッシュ僕はいっぱい使ってます。普段はティッシュをちょっとこうしてふわっとした状態でこれに染み込ませて使ってる。こういう感じかな。じゃあ実際拭いてみますね。どんな感じか。まずこういう汚れ、こういうやっぱ汚れなんだよね。やっぱ綺麗になるよね。ほら、まあ、これすぐなんか乾燥するんだけど、まあ綺麗になる。まあ、こっちが汚れてきたらすぐ変えた方がいいですね。だからティッシュはね、あんまりその大事に使わずに、もう一回これに対して、まあちょっとこれぐらいね、結構湿るぐらいつけてる。まあまあ根気よくやることが大事だね。まあ結構、まあまた汚れるけど、まあ結構綺麗になってると思う。ちょっとまあ残ってるけど、これ傷なのかな、ちょっとわかんねえや。やっぱり汚れてるよね。すごい綺麗になったのかなとは思うわ。ちなみにこれ Amazon で買ったやつなんだけど、ワイヤレスマイクのこれ使ってるから、これの出力が、これマイク側なんだけど、出力がステレオミニプラグなんだけど、カメラに行くのにこのキャノンの単品、これにするのにこの短いのが欲しくて、作るのだりーなと思ったら、この15センチのやつ売ってたから2個買って、今1個使ってるんだけど、キャノンのネジが取れてる 本来この親指のところ、ここになるべきネジが取れてる。つけといてちゃんとメーカーで、まあ掃除したいなと思ったのは、今使ってるキーボードこういう感じだったんですよ。もともとがその新しいモデルじゃなくて、これ USB のタイプで、マジックキーボードじゃないから、まあ、ちょっとこっちの方がキーストロークがなんかあって好きなんだけど、深さ押した感じ、最近の薄々のやつ好きじゃない。ちょっとこれね、まあ、汚すぎるかな。結構拭いてんだけど、結構つってもあれか、半年に1回ぐらいちょっと汚れてきてるんで、今日は清掃していこうかなと思ってます。ちなみにちゃんと US キーボードですよ。スタジオはね、US キーボードが多いね。違いって言ったら、このこことここが日本語だと違う。ここは本当は AS かなってあるんだけど、それがない分だけこのスペースキーが長くなってたりとか、リターンキーが日本語のキーボード、JIS キーボードほど大きくないね。アメリカのソフトだから結局使うの。手がもうこれで覚えちゃってるから、US キーしかもう使えません。音楽スタジオの場合は普通は US キーボードですね。ノートは僕は日本語キーボード派ですね。結局なんかそのカナ A 数の切り替えがね、まあ、カラビナっていうなんかソフトウェア使うと、ここ1個押すだけでカナ A 数の切り替えになったりとか、そういう便利な拡張ソフトウェアもあるんだけど、ちょっと今は入れてない。はい、じゃあキーボード外してきました。ちょっとね、光の加減が見づらいかもしれない。こんな感じね。今ちょっと拭いていってみるね。いつもの拭き方だと一緒にこうつけるで、まあ、例えばスペースキー、これ映るかね。キーボードの間にこのティッシュのカスが入るのが一番面倒だから、もうし
一つの木に対して、まあ、これはでかいけど、ティッシュはもう本当にすぐ変えた方がいい。最近ティッシュ買いに行くのが面倒くなって、まあ、Amazon で段ボールで買ってます。でもやっぱ綺麗になるよね。この本当に間に入らないように円を描くじゃないけど、まあ、こういう風な吹き方をしているね。ゆっくりするとこう。ちょっとカメラの位置を変えた。もう一回やってみます。これをまあ含ませる。まあ、シフト。どうですかね。ちょっとあんま綺麗になってるの伝わらんかな。どうですかね。こっちがだからやった方、これやってない方。あ、でも結構違うね。あ、冷た。足にかかった。これを全部の木に対してやっていくと。まあ木3つぐらいで1個ティッシュ交換した方がいいと思うけどね。やっぱ綺麗になってるよね。こっちだってやってない方、ここやったところ、圧倒的に白度が違うよね。これだから全部やっていきます。まあここあれだな、スタジオの照明がオレンジだからちょっと見づらいっていうのもあるな。結構綺麗になってる。ちょっとね、ここをね、レックスタート、3番はプロ通的にレックスタートだから、まあ、ちょっと赤いシールを貼ってて、もうそれがちょっと残ってて、まあ、でも赤いシールは貼っておきたいから、ちょっとここ、ちょっと隙間だけ。このプラスマイナスはプロ通のナッジで使ってるから、まあ、あまり使うキーはね、だからこう、テカってたりするんだよね。この辺は多分テカリがあるよね、キーに。テカリがあるキーとテカリがないキーってあると思うんだよね。これまあちょっとね、 US キーだから見づらいけど、まあ、この辺って圧倒的にこうテカってないよね。よく使うキーはどんどん削れていくよね、表面が。まあ、それで文字が消えないっていうのはすごいいいことだと思うけど、中古とかはそのテカリが多いと相場が下がるよね。この辺も使わないっすね。デリートは使うけど FM ファンクションとかあんま使わないかな。ページアップダウンとかも使ったことない。何のためのキーなのかも知らん。便利な使い方があったら教えてほしい。やっぱ一番心がけてるのはキーボードの隙間にティッシュのカスが入らないことですね。やっぱね、入っちゃうとね、もう動作不良の原因になったりするし、結構大変。うん、まあ、汚れてるよね。手垢溜める装置みたいなもんだからな。キーボード AK 手垢溜める装置。あまり丁寧にやりすぎても取れないものは取れないし、どうせまた汚れるので、ある程度っていうところでやめるのも大事だと思う。こんなもんでしょっていう。ティッシュ1枚だとそのダマになりやすいから、まあ、2枚以上は使った方がいいかな、1回で。1キーボード掃除するの1箱使うって考えた方がいいかもしれないな。そんなに使わないけどね。でもまあ1箱って50円ぐらい、60円ぐらいか、ティッシュ1箱。まあティッシュ1箱60円でキーボード超綺麗なんだったらいいと思うけどね。こうコスコスはしないっていうのも大事かもしれない。こう一定方向にこう撫でるように。まあでも結構強い。キーはちゃんと押す。あとキーの下ってパンタグラフが、まあパンタグラフはこうキーの下ってこうパコってなったりとか、いろんな構造のキーボードがあるんだけど、まあそれがめちゃくちゃ薄いプラスチック、めちゃくちゃ細いプラスチックでできてるから、それがだから折れないっていうのを意識して、まあ多分ね、ぶっ壊1個ぐらいね、ぶっ壊してみた方がいいわ。どんぐらいの力で壊れるのかっていうのも分かってた方がいい。はすごい綺麗になってる気がするな。でもね、真っ白にはならないんです、絶対。もうそれはね、分かった方がいい。本当に分かった方がいいし、理解した方がいい。真っ白にはならない。これもでもすごい壊れずによく動いてくれてるわ。何回かジュースこぼして、普通に俺ジュースこぼした時はシャワーで洗ってます。で5日ぐらい干してる外に。でもそれで動作不良起こってないね、今のところ。
でも結構ね気をつけないと本当にもうこのティッシュカスがねもう間に入るから今でも全然入ってない。ちょっと結構綺麗になってきている。これ3分ぐらいって言った動画って言ったけど3分は無理かね。あーでもこれちょっとやってよかったわマジで。超気持ちいい。心も綺麗になっている気がする。気のせいか。やばい、カスがついちゃった。カスがついちゃったらティッシュですぐ回収。あとこの隙間のこの銀のところにある汚れ、これとかだから横の木を押しながらそこだけを集中的に狙っていくスタイル。これをここ行っちゃうともう間にカスが溜まる率が高いから押しながらここを爪ちょっと行くみたいな。真ん中行きたい時は2個同時に押してここの銀のところをちょっと集中して拭くようなイメージ。もうこれぐらいやったらもうやばいよ。もう危険注意。次のティッシュに変えた方がいい。あとここがまあ僕的にプロ2 F2 が、スリップ、 F4 がグリッド。1回押すとだから青グリッド、絶対グリッドと相対グリッドであると思うんだけど、だから波形が小節に対してピタッてその小節ごとに動くバージョンと、まあ、スリップにしたら自由に好きなところ動けて、絶対グリッドどっちだっけな、相対グリッド、じゃあ絶対グリッドにすると、あのねここってまずグリッドになってるんだけど、グリッドだとこうやって動かしたら絶対この線に沿うみたいな。でここスリップになってると線に沿わない、任意に好きなところに動かせる。でその好きなところに動かしたやつをこれ2回押したらこの紫になるんだけど、好きなところに動かしたやつをこの、ね、オプションを押しながらこうコピーとか、そうした時にこの線に沿わない、ここ線に沿わないモードがこの紫モードね。これね覚えておくと前で使いやすいと思う。紫モードだと線に沿わないで動かせる。でそれをだからあのさっきの F2 と F4 のところで切り替えをしてます。あとこの3つ、このファンクションの678のところ、 F6 を押すとこれ F7 が真ん中、 F8 が手のところで、2個押すと全部になるよみたいな。まあどれを2個押しても全部になるんだけど、ちなみに手のところもこうやっていろいろ押すごとにこう変わるんだけど、まあ俺は普通の手のモードにしてるかな。あとここもね、このいろいろアイコンが変わっていくんだけど、ここのまあここも普通になんか伸びるモード、タイムストレッチとかいろいろ切り替えするところのあれですね。やべ、どれがいつものやつだったか分かんなくなった。あ、標準です。上を押すとじゃあ全選択、それをここでこう簡単に切り替えができるように、これ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 みたいな、時間標準、上を押したら全選択、この切り替えですね。はい、キーボードでやったらすごい、まあ、作業が早くなるから、まあ、それをやってるのと、あとこれも2回押したら、紫になって、1回押すとこのスリップとかね、いろいろ、まあ、その辺の切り替え。ちなみにこの間の2つはこの上の2個なんだけど、これちょっとよくわかんないから、まあ、普段はビート作るときはまあグリッドにしてるかな。これ知っといた方がいいです。でそれをもうちょっと、みたいな、 F6、F7 みたいな見てる暇はないから、これを貼って、あ、こうペッペッペッみたいな、その作業の効率化を図ってます。あと R のキーと T のキーがなんか横幅の拡大縮小だよね。コマンドオプション、コマンドオプションをしながらこのカッコを押すと波形の幅が広がったりとかだね。やばいやばい、4つもいったらもうこんな感じで危ないね。カスが入っちゃって、あ、もうカス落ちてる、ここに、危な。結構綺麗になってきてる気がするけどね。でも手の皮もどんどんなんか溶けてきてる気がする。もうそろそろやめないとやばい、手が。最近ゴム手とかもするようにしてたけど、今日は急遽って感じだしやってない。やばいやばい、またカスが、危ない危ない。もうカスはね入るとまあ故障するかもしれないし、このキーボードも廃盤だし、今も全部マジックキーボードでしょ。あれちょっと薄くて俺好きじゃないんだよな。そのなんか押す場所によって感知してない時がある。今の使ってる2017の MacBook Pro とかもなんかシフトがね、やっぱ小指で押すじゃんシフトって、こうなんかね、この辺とか押してるとなんかペコって斜めになってるのかなんか認識してない時があって、それは普通にちょっと支障があるよね。裏もちょっと拭いときますか。ちょっと真っ白すぎて、うわやば、こういうこともした方がいい。汚っ、びっくりした、何の汚れなのかと思った。まあ、結構汚いんだねやっぱり。裏もね、このなんかちょっと黄ばみがね、ここら辺とかこの辺とか、まあ、ちょっとこう気になる。あとゴム足のこういうもうちょっと綺麗になるから、ちょっと一応軽くだけ、せっかくだからやっとこうかね。
この綺麗になってる感、映ってるかな。でもこのキーボード結構やってるからね、もうこれ以上は綺麗にならないってとこまで行ってるのかもしれない。うん、ティッシュはやっぱり汚れてるね。紙タバコを吸わなくなったから、だいぶそんな昔ほどは汚れなくなったね。やばい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 、すごいティッシュのカス。うん、最初と比べるとだいぶ綺麗になったんじゃない。え、でも全然真っ白な気がするけどね。ちょっともうこれで大丈夫です今日は。はい、まあ、裏はまあまあですね。ごま回しとかはそんなに超綺麗にならなかったわ。でもまあこんなもんかな別に。はい、ということで今日は僕流のキーボード清掃の方法こんな感じですっていう動画でした。じゃあチャンネル登録お願いします。うっす。